ソウルの中村です。ムンジェイン大統領が人気グループの BTS 防弾少年団に渡した赤いプレゼントが議論になっています。9月14日、ムン大統領から未来世代と文化のための大統領特使に任命された BTS。 国連総会出席のため近く訪米する彼らに贈られたのが、なんと外交官パスポートです。今後 BTS が特使として活動する際には、空港での手荷物検査やビザの免除、軽犯罪の免責などの外交特権が与えられることになります。韓国ネット上では、大統領選挙を前にムン政権が BTS のファンを取り込もうとしているとの反発も。一方、 BTS は国に莫大な利益をもたらしており、外交官パスポートは当然との声もあり、賛否両論が飛び交っています。バンコクの百武です。今こちらでは、このタイ伝統の金の冠が突然爆発的に売れ始めているんです。きっかけはこの映像です。人気ガールズグループブラックピンクのメンバーでタイ出身のリサさん、ソロデビュー曲のミュージックビデオで身につけた金の冠に人気が集まり、人々がお店に殺到したんです。冠を扱う民族衣装の店には開店前から行列ができ、海外からの大量注文も。冠は手作りされているため、リサさんと同じ形のものは一月先まで買えないそうです。店主は、コロナで売り上げが減っていたけれど、リサさんに感謝していますと喜びます。コロナ禍に苦しむタイですが、国民的アイドルの曲をめぐって全土が湧いています。パリの森本です。私の後ろにあるフランスの観光名所凱旋門が布とロープでラッピングされました。凱旋門を覆っているのは、サッカーコート3つ分を超えるおよそ2万5000平方メートルの布、3000メートルの赤いロープも使われ、どちらも再生可能です。このプロジェクトはパリを拠点に活動し、2020年に亡くなったアーティストクリストさんが生前に計画、老いがその意思を継ぎ、プロジェクトが実現しました。 At the beginning when I saw it, I said, oh my god, what a big shame is under construction. C'est une super idée. J'aimerais bien que ça continue, que ça continue.特別な装いにラッピングされた凱旋門は10月3日まで見ることができます。ニューヨークの中川です。少しずつ経済が再開してきたコロナ禍の1年半、一度も明かりが灯ることがなかったブロードウェイの劇場がついに本格再開です。初日の14日は全米からファンが駆けつけ大行列に。こちらの女性も再開を待ち望んでいた一人です。作っているのはライオンキングのキャストに贈られる花で、ファンからの注文です。これとかなんかライオンキングとかです。これを見てやっぱりファンの方のためにも、今日のあのパフォーマンス頑張ろうって思ってくれるといいなとか、やっぱそういうことを考えて作りました。この店では売上の3割がブロードウェイ関連だったため、休園によりスタッフの多くが一時解雇されるなど苦しい時期が続きました。嬉しかったです。はい、なんかニューヨークが戻ってきたような感じですね。ニューヨークのシンボル復活に人々の笑顔が花を添えていました。北京の湯浅です。9月21日は中秋の名月を祝う中秋節なのですが、中国ではこのような丸い月餅を食べます。伝統的な月餅は、あんが入ったものや肉を使った甘くないものなど、地域によってさまざまな特徴があります。月餅商戦には多くのブランドが参戦していて、それぞれ持ち味を生かして人気を競っています。この可愛らしいデザインの箱はスターバックスの月餅です。開けてみますと、セイレンのロゴそのままの形でコーヒー味だということです。ハーゲンダッツからはアイスの月餅、毎年人気だということです。さらに今シーズンは中国の伝統的なデザイン国潮がブームで、美しいパッケージの商品も注目です。ただどの月餅もカロリーはかなり高めで、食べ過ぎには要注意です。ワシントンのピーターです。人工妊娠中絶を禁止する全米で最も厳しい法律が施行されたテキサス州、反発も大きく、テキサスから脱出を呼びかける新聞広告も登場しました。テキサスの地元紙に掲載されたのは、シカゴで働く100の理由と書かれた移住を呼びかける全面広告です。広告は
シカゴでは中絶を選択する女性の権利が守られると強調し、テキサスの対応を暗に批判しました。テキサス州の法律は妊娠6週目以降の人工中絶を原則禁止し、性的暴行被害などによる妊娠の中絶も認めていません。女性の権利侵害との批判の一方で、最新の世論調査では中絶禁止法への賛否は拮抗していて、まさにアメリカ世論を二分する問題となっています。ロサンゼルスの増野です。カリフォルニア州で行われた注目の住民投票、この投票所には有権者の長い列ができています。およそ4000万人の人口を抱えるカリフォルニア州で住民たちが1票を投じたのは、知事をリコールすべきか否か。民主党のニューサム知事が外出禁止令など厳しい感染対策を打ち出す一方、自身が高級レストランで会食していたことが引き金になりました。一時は接戦が伝えられ、危機感を募らせた民主党、バイデン大統領自ら応援に駆けつけ、共和党候補はトランプのクローンだとトランプ前大統領の名前を連呼して民主党支持者たちの拒否感を煽りました。この戦略が功を奏したのか、結果はリコール反対が大きく上回り、知事の続投となっています。モスクワの関根です。ロシア第二の都市サンクトペテルブルクの市議会議員選挙に、同姓同名の見た目そっくりの3候補が出馬し、波紋を呼んでいます。サンクトペテルブルク市議会選に立候補したこの3人、全員がボリス・ビシュネフスキーという名前で、髪型やひげの生え方までとてもよく似ています。Я, естественно, там увидел рядом с собой двойников и обнаружил их чрезвычайное портретное сходство с собой. 一人は野党系の現職、他の二人は政権側の新人で、野党系候補は政権側が有権者を混乱させようとしていると批判しました。19日に投開票される下院選と地方選は、政権側が野党候補を事実上排除するなど、なりふり構わぬ選挙戦となっています。ロンドンのミランです。ロンドン市長は地下鉄などでマスクをしない人々に対して利己的だと強く非難しました。7月にほぼ全ての外出制限が緩和されてからも、ロンドン市では独自のルールを設け、公共交通機関ではマスクの着用を求めています。しかし最近ではマスクをしない人の姿も多く見られ、ロンドン市のカーン市長はウイルスはまだ消えていないとしてマスク着用の徹底を求めました。イギリス政府は感染の拡大が懸念される冬を控え、2回目の接種から半年以上経った50歳以上の人などに3回目の接種を始めると発表。ワクチン効果を長続きさせ免疫力を高めることを目指すもので、先手の対応でウイルスへの警戒を続けます。上海の森です。湖北省慶州市では三国志で日本でもおなじみの関羽の巨大な像を解体する作業が進められています。高さ57メートルあるこの巨大像、地元振興と観光誘致を狙って2016年に完成しました。しかし2020年の秋になって当局が突然歴史文化の保護地区内の高さ制限を2倍以上オーバーしているとして違法建築に認定。建設費用に今回の解体費用などを合わせると50億円以上の公金が無駄遣いされるとして市民から批判が噴出しています。生气啊，这肯定生气啊。移転計画が正式承認されれば候補地周辺の住民は立ち退かされる可能性もあるといいます。英雄のシンボルから一転、無駄遣いの象徴となった関羽像、その行方が今後も注目されます。イスタンブール清水です。高速道路にあるこちらのトンネル、意外な乗り物が超高速での通過に成功し、世界をあっと言わせました。その乗り物とは小型飛行機。イタリア人パイロットが操縦する機体はトンネル内で離陸すると超低空飛行を維持しながら最初のトンネルを抜けます。少し横風に煽られながらも次のトンネルに突入。平均時速245キロで
2つのトンネルを含む1730メートルの飛行に成功し、飛行機による世界最長のトンネル飛行としてギネス世界記録に認定されました。危険と隣り合わせとなる決死のチャレンジを見事成し遂げたパイロットは、トンネルの中を飛ぶのは初めてだったと話し、喜びをかみしめていました。